皆さんこんにちは。大島公園動物園の高松です。僕はお化けのワオです。ハッピーハロウィン、ミャーミャー。違いますよワオくん、ハロウィンは明日。今日10月29日は世界キツネザルの日です。たくさんの人にキツネザルについて知ってもらい、その保全を進めるための日なんです。そうなんだ、知らなかったよ。キツネザルというのは南の島国マダガスカルだけに住んでいる原始的なサルの仲間です。マダガスカルがどこにあるか分かりますか？日本よりだいぶ南、アフリカ大陸の近くです。答えはここ、大島と同じ一つの島なんです。なんだか大島をひっくり返したような形だね。確かにちょっと似てるわね。でも大きさが全然違います。マダガスカルの面積は日本の約 1.6 倍、世界で4番目に大きな島と言われているんですよ。マダガスカルは長い間他の大陸と離れ離れだったので、ライオンもトラもいません。キツネザルは天敵がほとんどいないこの島で、食べ物や周りの環境に合わせてさまざまな種類に分かれていきました。キツネザルの仲間は現在100種類以上が知られています。いろいろな姿をしているね。そして日本の動物園で一番多く飼われているのがワオキツネザルです。大島公園動物園ではここ猿島と呼ばれる広大な展示場でバーバリーシープと一緒に飼育しています。猿島の岩山はかつて三原山が噴火した時に噴き出た溶岩をそのまま利用しているんですよ。広いなあ。島にあるから猿山じゃなくて猿島なのかな。飼育係さんだ。何をしてるんだろう。来ちゃった。僕はお化けのワオです。こんにちはワオくん。僕はワオキツネザルを担当している飼育員の清原です。さっきは何をしてたんですか？猿たちの数を数えていたんですよ。毎朝猿たちを呼んで餌を与えながら頭数を確認しています。これから猿島を一周するけど一緒に行く？わーい、レッツゴー。いる猿たちをどうやって見分けてるんですか？猿の背中に入れたマイクロチップで識別できるんですが、捕獲しないと調べられないので、僕は顔などの特徴で全ての個体を見分けています。例えばこちらの個体、マサバという名前です。長い鼻面と足をピンと伸ばした座り方が見分けポイントです。こちらはホウジロと言います。ホウジロは短い鼻面、小さい耳、途中で切れた短い尻尾が特徴です。サンゴは顔の輪郭が四角くて目の虹彩が黄色いのが特徴です。よく見ると結構違いがありますね。ところでキツネザルって猿なのかキツネなのか、ややこしい名前だよね。
ってもれっきとした猿の仲間です。その証拠に人間の手と同じように親指を他の指と向かい合わせて物を握ることができるんです。あれ、僕も掴めるぞ。ワオキツネザルは外見ではオスとメスの違いはほとんどありません。でも彼らの世界では大人のメスはどのオスよりも順位が上なんです。複雑な気持ちだな。群れで暮らす動物なのでいろいろな方法でコミュニケーションをとっているんですよ。名前の通り黒と白の輪っかを重ねたような長い尻尾もその一つです。群れで移動するときは高く上げた尻尾で自分の居場所を示して目印にしています。オスは繁殖期になると手首にある分泌腺の匂いを見つけてその尾を高く上げて揺らしメスや他のオスに自分の匂いをアピールします。よく聞く鼻を持つワオキツネザルにとって匂いは情報伝達の重要な手段なんですよ。くんくん、声でのコミュニケーションも活発に行います。実に様々な声で鳴くんですよ。これは群れのメンバーの間で声を掛け合ってコミュニケーションを取る時の鳴き声です。まるで猫が鳴いてるみたいですね。僕の鳴き方とそっくり。にゃあ、ワオくん、これで猿島を一周しました。ワオキツネザルのことに詳しくなりました。また来てね。ありがとう、バイバイ。あ、ワオくんおかえり。ただいま。僕なんだかワオキツネザルになった気分だよ。あらまあ、でもワオくんがキツネザルに関心を持ってくれて嬉しいな。マダガスカルにしかいない貴重なキツネザルたちは現在森林破壊や密猟により絶滅の危機に瀕しています。さまざまな団体が保護活動を行っていますが、島の生き物を守っていくにはそこで暮らす人たちとの協力が不可欠です。ここ伊豆大島にも固有の生き物がたくさんいます。同じ島に住む私たちも島の自然や文化を大切にしていきたいと思います。ところでキツネザルの仲間はレムールとも呼ばれています。ラテン語でお化けという意味です。キツネザルたちが跳ね回る姿がお化けを連想させたのでしょうか。お化けの僕は明日も大忙し。みゃー。